す前に一個だけ言いたいことがあるの。レナは正しい努力をしたと思ってる。人って幸せになるためにどれだけの努力が許されるのかな。だからね、私みーちゃんの部活って好きなの。ほら、優勝のためには何でもしようって考え方、そういうのって素敵だと思う。だって世の中が綺麗事で縛られてて、やっていい努力がわずかだけに決められていたら、幸せじゃない人たちはますます幸せを勝ち取れなくなっちゃうじゃない。不幸ってね、連鎖するものだと思うの。一度続き始めると、なかなか抜け出せない。そこから抜け出すには、運とか、人の助けとか、そういう他力本願なものだけじゃ到底足りない。自分でも、もっともっと努力しないといけないと思うの。それも、本当の本当に精一杯。そこまでしてやっとつかめるのが、幸せってものじゃないかなって。でも、だからって、みんなにもそれを受け入れてもらおうなんて、だって、本当に汚らしいもの。みんなだって、ついさっき呆然としたでしょ？それはつまり、そういうことだよね。でも、それでもいいよ。仕方ないもんね。そういう風にできてる世の中だもん。多分、私が逆の立場でいられたなら、同じように唖然として、無責任で無慈悲な同情を浮かべていたに違いないもの。じゃあ始めるよ。リュウグウレナの一世一代の頑張り物語を。
貴重宝藏を視覚された刺激は特殊なリズムに感染症のように熱を帯び叫ぶ雲。